プロ野球 OB クラブ公式 YouTube チャンネル、いつもご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録そしてグッドボタンもお願いいたします。今回も新高円寺にありますセノンスポーツゼロよりお届けをしてまいります。そしてゲストは地盤のことならトラバースで、同じリズム違うけど、ちょっと違うんですよね。そうなんですよ、音痴、いや、あの美声で通ってるんですが、ごめんなさい、ちょっと違いましたよね。いやでも、いや、新しく斬新でした。すいません、斬新でした。あの1本目で出そうかなと思ったんですけれども、はい、お話ししてる間にですね、ちょっとあのメロディーが、メロディーが隠れちゃった。なんで俺のせいにするんですか。俺のせいにしないでよ。正しいのいただいてもいいですか。いや俺もちょっとやめてください。いや、合ってます合ってます、合ってます、大丈夫です、はい、失礼いたしました。皆さん、あの CM もね、はい、あの動画出ておりますので、ね、ご確認いただければと。ということで、株式4回目ですね。そうですね、はい、株式会社トラバース副社長でいらっしゃいます。そして西武などでご活躍されました強打者ジージー佐藤さんにお越しいただいております。いやということで、3回目はなんかちょっと伸び悩んでたらしいですよ。ちょっと、あ、ちょっと、そうでした、はい、1、2が良すぎてちょっと低迷期入っちゃってるんで、4回目頑張りましょう。いいお話だったんですけど、うん、入れ込み君のなんか評判がすげえ悪かったらしいです。今日は絶対やらないです。4回目マジやらないです。い、はい、あれで苦情は結構来たみたいです。入れ込み君ふざけんなって。ノー入れ込み君で。はい、ということで、いろいろと大事なお話もたくさん伺ってきたんですが、あのご紹介させていただいたように、今は、株式会社トラバース、うん、で4月に副社長に就任されたということで、ありがとうございます。ありがとうございます。今はですから、あのスーツを着てサラリーマン選手として何年になりますか。うん、はい、8年目ですかね。で、業務内容として戸建てを作る前の測量とか地盤の調査とかやってるんで、はい、西武のレジェンドの石毛さんのご自宅も仕事させていただきました。はい、おっしゃってました、お世話になったんだよって、はいはい、しっかり地盤固めといたんで鉄壁の守備です。しっかりと鉄壁の守備ですね。石毛辻です、間違いないです。GG 佐藤は守ってないです、あの地盤には。大丈夫です。そうなんですか。いや俺がやると傾いちゃうんで。そんなことない。俺が守るとチームが傾くんで。何をおっしゃる。いやいやいや、ま、でも、はい、野球人生は、はい、エラーによって傾きましたけれども、お客様の地盤は傾けませんって言うとめっちゃウケます。ちょっとカメラ目線でもう一回言っておきましょう。ここ大事ですよ。やらしいやらしいやらしいって言うとすげえワッショイします。もう盛り上がる。すげえ盛り上がります。キラーワードです、それは。ぜひね、土地のこと、住宅のことで、土地のこと、お困りの際には、はい、ご連絡いただきたいと思います。こんないいんすか、宣伝も入れちゃっていいんすか。大丈夫ですよ、OB チャンネル。大丈夫です、まあ、セカンドキャリア頑張ってますからね、OB でね。そうです、そうです、そうですね、うん、あれなんですってね、話のネタ切れ感半端ないですね。第4回になると違うんですよ、ネタねえぞみたいな。違うんですよ、どこから、ね、どこから行きますか、はい、どこかあります、掘るとこあります。ちょっとそのね、お名刺交換させていただいて、あのタクシー建物取引士をお持ちでいらっしゃるのと、はい、あと驚いたのが保育士も取られたという、はい、それが2年くらい前だという。保育士取ったのが2年前で、宅建取ったのは5年前ですかね。はい、うん、保育士は何だったんですか。なんか元プロ野球選手かける保育士って音が面白いじゃないですか。なんか音先行ですか。音先行ですね。でも元プロ野球選手保育士持ってる人多分いないと思うんですよ、ね、いやもいるかな。なんか目指したっていう方は元横浜の石川選手が、はいはいはい、あの野球選手か保育士っていう方はいらっしゃいましたけど、持ってるっていうのは確かに資格ってやっぱりね、まあなんか箔もつくし、うん、なんかこう頑張って本気なんだなっていうの見えるんで、うん、確かに、まあ、宅建なんかそういうのが理由で取ったんですけど、なんか井原監督、西武、元西武の、はい、なんか宅建持ってるらしいですね。へ、宅建持ってるプロ野球選手なんかネット検索したら井原さんってすぐ出てきた。あ、うん、そうですか。へ、まあ、不動産もちょっとやりたいなと思ったんで、やっぱトランプ大統領みたいになりたいなと思ったんで。そうなんですね。建てるんですか、どこかに。ジージータワー作りたいんで。ジージータワー、ジージータワーをいいですね、ギロッポンあたりで作りたいんで。ギロッポンあたりで作りたいんで。本当ですね。はい、まあ、宅建資格取って、保育士は音が面白いんで、うん、ちょっと取ってみましたね。でも音が面白いで取れるもんでもないですよね。結構大変ですよ、うん、勉強の試験があって、うん、それが受かると実技試験があるんですよ、うん、読み聞かせ、歌か、3つあるんですよ、はい、3つの中から2個選べばいいんで、うんうん、俺歌嫌いなんでピアノ弾いて歌えないんで、絵と読み聞かせ選んだんですけど、はい、それはじゃあ読み聞かせは子供に向けて、それがね、地獄の時間が始まるんですよ。読み聞かせの試験で一人で入っていくんですけど、はいはい、中に試験官の女性の方が3人シーンとしてるんですよ。で
なんか子供がそこにいるのを想定して読み聞かせてくださいっつって、それではおむすびコロリンのお話をしますね。すっとんとんとおむすびコロリンすっとんとん、おむすびやる一人で、マジ3人ガチで見られてんのに、マジやじゃん、やじゃん。想定って厳しいですね。そうです。で1分半続くんですよ、その悪夢の時間が。で、ちょっと10秒ぐらい早く終わっちゃったんですよ。それでもこう喋らないけど振り続けてくださいっていう指導を受けてたんで、10秒から最後無言のままこうやって赤べこのように地獄、早くなれ早くなれ。わかります、この気持ち。こんなのこんなできるのに。いや受けてる人ほとんど女性なんですよ、8割ぐらい。こんなにちょこんと触っちゃってさで、おむすびコロリン読んじゃって、すげえ恥ずかしかった、あれは。すごい、はい、見事突破されたわけですね。突破しました、はい、今あの登録もしてるんで、いつでも働けます、現場。まあ、行ったことはないですけど、はい、いつでも現場に行けるんで、保育士が足りない時に呼んでください、はい、高いですよ。高いよ。そうなんですね。GT佐藤が動くと高いですけどね。確かにね。高いですけどね。副社長なんで。副社長動かすんですもんね。そりゃそうですね。でうちの社長というか父親、うん、会社の創業者は父親なんですけども、はい、やっぱ父親も、まあ、結構レアキャラで、うん、まあ、息子をプライグデーションしてるし、うん、はい、自分は起業して180億ぐらいの会社を作ってるんで、まあ、二刀流ですよね。その指導を受けてますから、子供の教育に関しては知ってますよ。なるほどね。保育士呼んでください。高いですけどね。何回も言うけど。要相談ですね。要相談です。いやでも今あれですよね。自社には、まあ、元プロ選手も入社されていらっしゃる。はい、うん、今元プロ野球選手は私を入れて5人います。おー、はい、5人いて、あと独立リーガーは10人ぐらいいますかね。はい、で会社に野球部があるんで、まあ、軟式ですけど、はい、まあ、そこでみんなで野球やろうよっていうのを、うん、フックに、ええ、まあ、採用に力を入れてるっていう。で仕事も頑張りながら休みの日は野球をやって楽しんで、ええ、まあ、仕事もプライベートも充実させていこうみたいな形でやってますけど、うん、でもその、まあね、セカンドキャリアといいますか、セカンドチャレンジとおっしゃっていますけれども、はい、そういったところにもこう目をかけていらっしゃる。そうですね、やっぱプロ野球選手終わった後にも活躍できる場がないとやっぱ寂しいと思うんで、うん、まあ、社長もそういう場を提供したいって言ってくれてるんで、ええ、どんどんやっていこうかなと思ってますし、このアカデミーやるんですよ。お、球場作ったんです、球場。お、会社で千葉県の市川市にもう自前で土入れてネット立てて造成して、芝生植えて自前の球場、少年野球できるぐらいのグラウンドなんですけど、グラウンドできたんで、もうそこで少年野球のアカデミーを無料でやりますから。無料で、はい、完全無料で。でプロ野球選手も順次こう教えに来て、子どもたちに指導していこうかなと、うん、夢のようですね、はい、スパイクとかユニフォームとかグローブも貸し出すんで、はい、もう完全無料でできるんで、来てください、うん、あでも、まあ、野球にももちろんこの力を入れて尽力されて、ね、はい、少年野球もちょっとルールを変えないと、月齢によってやっぱ1年間の差って大きいじゃないですか。で4月生まれの子と3月生まれの子が一緒にやると力の差が激しすぎて、はい、その3月生まれの子嫌いになっちゃうんですよ、野球って。やっぱ難しいから、今嫌いになっちゃうといろんなスポーツができますから今、うんうん、野球やめちゃうんですよね。でそういうのやめさせないようにちょっと月齢でちゃんと区切って野球を好きになるように持ってったりとか、あと強いチームと弱いチームでやるともう10点ぐらい入っちゃって、弱いチームを1時間ぐらい守ってるとかあるんですよ、うん、はい、かわいそうじゃないですかやっぱり、うんうん、でも5点入ったらもう交代、強制交代とか、ルールをいろいろ変えていかないとなかなか野球人口が増えてこないと思うんで、まあ、そういうところは新しいルールの中でやっていきたいなと思ってます、うん、まあ、草の根、まあ、そうですね、底辺というか、はい、野球人口を増やすようなことはやりたいですね、うん、まあ、社会貢献として。さすが副社長ですね、うん、いえいえ。またその先っていうのは何かこう考えてらっしゃることはあるんですか。先ですか、うん、まあどうですかね、まあ、シニアリーグ作ったりとか、地元の高校もあるんで、はい、高校と提携したりとか、うん、あと独立リーグの参戦なんかも千葉県で視野に入れてるんで、うん、まあ、うちに就職もできますし、ゆりかごから墓場までじゃないですけど、うん、はい、一貫的にこう野球を通して子どもたちが育っていけるような環境は、まあ、作れたらいいよねっていう話にはなってますけど、地元の町おこしも含めて、まあ、やりたいですけど、そういうのはね、あ、うん、はい、楽しみですね。どうですかね、すいません、真面目な話で。いや、ま、すいませんなんか真面目な話にちょっと遠慮されるとこありますよね。真面目なキャラであんまり売りたくないんですよね。そうなんですね、はい、今のその佐藤さんの人格はどこなんですか。
演じてます。あ、本当ですか。今今年からちょっと SNS もいろいろ、そうですね、ちょっと Twitter とか YouTube とか Instagram もちょっと頑張ってるんですけど、まあ、それもちょっと理由があって、会社的にまあどっちかというと 3K と言われる仕事なんですね。きつい汚い危険ってやっぱ人の雇用がなかなか生まれないんですよ。やっぱ若い子たちはなかなか入ってきてくれないんで、でもそういうふうに YouTube とか SNS を発信することによってやっぱり会社を宣伝もできますし、いろいろアピールとかね、いい会社だなっていうふうに思ってくれるところもあると思うんで、はい、で騙して入れちゃおうかなみたいな騙しではないでもそうですよ、精力的ですよね、はい、新卒採用のところにはあの YouTube っていうのは結構効果的かなっていうふうに思ってます、はい、で社内からは副社長ふざけすぎじゃないですかみたいなそうそう、トラバース TV というタイトルではあるんですが、すげー真面目にやってるのあるんですよね。もう NHK かっていうぐらい真面目にやってる YouTube が、 YouTube があるんでそうですね。いやー、でもさすが GG さんだなと思って、うん、ぜひ皆さんもあのトラバース、そして GG 佐藤さん関連ぜひ、はい、発信をたくさんされてますので、はい、これからもご注目いただきたいと思います。ということで、もうお時間が来てしまったんですけれども、早いですね。この早いですね。あっという間でしたね。はい、ちょっと最後はあのしっかりというか、まあ、締めたいかなと思うんですが、はい、GG 佐藤さんにとって野球とは何でしょうか。それみんなに聞いてるんですか。私は聞いたの初めてです。なんでここ今日だけ聞くのそれ。なんで。いや、あの野球界だとか、はい、こういろいろな野球の流れを波によって。来られた方なので、どういうふうに捉えてらっしゃるのかなと思いまして。野球とは、うん、難しいな難しいけど気持ちいい。ありがとうございました第2話で言った通り気持ちいいって言うときは大体収まるんで閉まるんで、はい、そういうことです。今みたいな使い方です、ね、困ったら言っときゃいいだろうみたいなとこがあるんで、はい、うまく閉まりましたありがとうございますではですね、あの最終回ということで、GG さんが着てらっしゃるこの T シャツにですね、直筆のサインを入れていただいて、はい、プレゼントをさせていただきますので、ご応募は概要欄からお願いいたします。あとそうですね、この貴重なカードも1名様よろしいですね。ベースボールカードサイン入りでプレゼントしますんで、ありがとうございます、はい、マイナーリーグのレアカードです。本当ですね、はい、ご自宅にはあるんですか。自宅には3枚、あと3枚ぐらいあるんで、多分日本で持ってる人5人ぐらいしかいないと思います多分、はい、じゃあその5本の指に入る本の指に入るカードですので、はい、こちらもでは概要欄からご応募いただきたいと思います。ということでありがとうございました。 GG 佐藤さんでした。ありがとうございました。楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。今日は、新興園にあるセノンスポーツゼロに来ました。オービークラブベースボールメディアで、ここを使わせてもらってます。こんな施設もあります。疲れた後は酸素カプセルで癒しましょう。じゃあね。一緒だわ。セノンスポーツゼロにスピードガンが導入されました。101 107 110いきます。111ピンピンピン。